とじゃあ共感できる部分はすごい自分の世界を持ってるっていうか自分のペースがちゃんとあるところとか共感できます。で自分にないのはすごい危なっかしいところとかしんちゃんはすごい後のことを考えないでいろいろやっちゃうからだから自分はちゃんといろいろそれなりに考えてやってるんで、はい、原作も全部読んでで自分の中でしんはどういうキャラクターか作ってで普段意識してるところはやっぱり周りの意見に流されずというかいろんなものにとらわれないで自分のペースで演技するようにしてます。つけたプラストンの仲間だったり周りの仲間たちと楽しく生活していくことがしんちゃんの夢じゃないかな。嵐が去ったら絡みやろうね。お前ついてく